スのララポートの中にあるロンハーマンカフェ。いろんな場所にあって昔からよく行っていたのでとても好きなカフェです。開店の10時過ぎに行ったら人があんまりいなくて静かでした。いろんなメニューがあるのでシェアするのもありだと思います。ポケボールはサラダかライスか選ぶことができて、たくさんの野菜に加えてパイナップルも入っているのでハワイアンの感じもするし、海苔が和風の感じもするしって感じで、すっごい美味しいです。コブサラダはトルティーヤに包んで食べることもできて、ポイントはひまわりの種です。ショーケースに入っていたケーキたちが美味しそうで、レモンタルトを頼みました。かわいすぎるいちごジャムのデコレーション付きです。レモンのさっぱり感とタルトのサクサクが本当にたまらないです。これは本気で美味しいのでぜひ食べてください。他にも美味しそうなスイーツがたくさんありますが、圧倒的にレモンタルトが人気でした。サイズもちょうどいいし、めちゃめちゃ可愛いスイーツばっかりです。フードもスイーツも美味しくて映えるロンハーマンカフェ、ぜひ行ってみてください。いちごジャムの可愛いデコレーションがついてきて、サプライズ。